しかし北ベトナムは北爆再開に対し着々と準備を進めました。ハノイでは推定人口の3分の1、50万の市民が疎開しました。対空陣地ではソビエト製のサムミサイルがアメリカの爆撃機を待ち構えていました。1972年12月18日、ハノイ・ハイフォンは B-52 の爆撃を受け、ソビエト製のミサイルが次々と発射されていきました。1972年のクリスマスの爆撃目標は全て軍事施設でした。例えば倉庫、司令部、ミサイル基地、弾薬貯蔵庫、通信基地などです。私たちが絨毯爆撃をしたという非難がありますが、これは全くの誤りです。もし絨毯爆撃をしていたのだったら、今日ハノイはないはずです。12月21日、ハノイの爆米病院が再度爆撃されました。本来の目標はすぐ近くの小さな飛行場だったようです。ニクソン大統領はクリスマス当日は北爆を休ませました。しかし翌26日には再開しています。この大規模な北爆再開はニクソン大統領直々の命令でした。この時彼が気にしていたのは、国の内外の批判より高価な B-52 の損失だったと言われています。ハノイの繁華街カムティエンにも爆弾が落ちました。11日間続いたクリスマス爆撃は広島へ投下された原爆に匹敵するくらいの威力を持っていました。しかし目標が分散していたため死者ははるかに少なく、ハノイでは1318人でした。ニクソンは何かでショックを与えねばならぬという考えでした。私の考えではありませんでしたが、反対しませんでした。ニクソンは正しかったと思います。